ございます。男性にも負けないね、非常に素晴らしい迫力のある作品、毎年というか作ってくださるんですが、ちょっとね、照明もそうなんですが、後ろの方も非常に可愛らしいです。女性らしい、さらには母親らしい、非常に可愛い作品となっております。ぜひおすすめスポットとなっておりますので、興味のある方は後ろの方、若干狭いです、狭いんですが、帰りはそちらの方を覗いて帰ってほしいなと思っておりました。そして金賞の隣にあるのが銀賞を受賞したねぶたとなるんですが、これもまたもう本当すごいねぶたなんですが、雪の中で戦ってよろしいでございます。これもちょっとね、注目ポイントございまして、正面部分、飛び散っている雪の部分なんですが、普通のところと紙の貼り方が違うんです。ねぶたというのは紙を貼って作っているんですが、紙の貼り方が他のところと違います。一手間加えております。ぜひ興味が湧いた方は帰りにはそちらの方もチェックして帰ってほしいなと思っておりました。そして一番奥、2階から降りてきてね、最初に見えたのが銅像ということで、上位3つのねぶたになります。そして出口に向かいまして、前面の方1と1であるのがねぶた師さんの中でもですね、いろいろな功績を残した人だけがなれるねぶた名人という位があるんですけども、そのねぶた名人の位をもらった五大名人の作品が一番奥に展示されて、皆様をお見送りしております。展示ねぶたたちはですね、実際のお祭りの時はぐるぐる回りませんので、ぜひお客様がこの辺をぐるぐる回って、ね、首からちょっと見て帰っていただきたいなと思っておりました。そして今年行われますイベントなんですが、無観客で行われました。お客さんを入れないです。ネット配信のみ非常に楽しい感じで終わりました。さらにはネット祭りというのはですね、この大型ネットはもちろんなんですが、その他にですね、先ほど聞いていただいたお囃子と羽人と呼ばれる踊りで、この3つが三位一体となり盛り上げるお祭りなんですが、その羽人もいない状況で行われたんです。お客さんもいなければ踊り手、羽人もいないという本当に寂しい感じで終わりました、今年の。
倍の生命、滝沢むすくんの沈め、千葉崎龍山先生、平安時代の本名寺、阿部の生命、中国の道教の神、滝沢むすくん、宇宙の神羅、そして時が経ち、平安時代、スサノオは疫病や災いを払う力がある守護神、五頭天王の化身となりました。ねぶたは目に見えない毒の息を吐く鬼に、神殿で立ち向かうスサノオと、それを見守る串長姫です。見送りには、御の毒を持って、軍の病床で疫病退散を願う五頭天王を拝しています。ねぶた祭りを盛り上げる欠かせない人たちです。2019年の祭り本番の映像とともに紹介します。ねぶたの大きさは幅9メートル、奥行き7メートル、高さ5メートル、重さは台車を含めおよそ4トン。ねぶたの先導役扇子持ちの指示のもと、30人前後の引き手がねぶたを前後左右に動かし、見物客に迫って見栄を切ります。
Thank you.